クラブは18世紀前半に活躍したイギリスの競争馬、シュボバである。18世紀には、クラブという名を持つ馬が何頭もいたため、オールドクラブやポートモア卿のクラブと呼ばれることも多い。判定にともに、フライングジジュダーズを父に持つブラックレグズスニップがいる。場名は、英語でカニ。1727から1729年に6勝。 敗戦も何度か経験しているが、ビクトリアスやクレオパトラのような馬を任し、強い馬であった。後に種ボバとして高い評価を得、三大子祖以外の不景に属す種ボバとしては、最大級の成功を収めた。この成功は大きく、クラブの不景は1800年頃まで残った。キングファーガスやポテートーズなどといったエクリプス系機関種ボバたちにもクラブの強い影響が見られる。 また、本場は足毛であり、この毛色をサラブレッドに定着させる強い力となった。1748から1750年、イギリスシュイシ主母バ。ありがとうございます。